ください。私の番です。起動フラガラッハ
行くぞ。一気に行こう。バリアントレイジ速攻で蹴散らす。うなり、ラス演劇。私の番ね。やあ、セイ。どんなもんよ。実は今より数日前、カレイジャス2で新婚旅行に出かけられたオリバルト王子ご夫妻が行方不明になりました。行方不明？それは事実なのか？はい、同乗していた乗組員全員を含め連絡がつかなくなり、カレイジャス2もろとも消息を絶ちました。もろとも、お二人の門出にそんなことが。
改めて問う。トールズ七組、オリバルト王子夫妻の捜索に協力する意思はあるか？殿下は帝国になくてはならないお方。それ以前に自分たちには返しても返しきれない恩があります。この一件の背後にどんな企みがあるのかは分かりませんが、感化などできるわけがありません。よってトールズ七組、前例をもって殿下ご夫妻の捜索、場合によっては救出に尽力します。今この場にいない仲間たちもきっと同じ気持ちです。よかろう。では正式にお主らに協力を依頼する。成果を期待している。はい。なお本件は極秘事項のため、軍も公には動かせない状況です。ですがリンさんたちは信頼できると判断した協力者に情報を開示しても構いません。心得ました。微力ながら私たちも協力させていただきます。特にアイゼンガルドの周辺は土地勘もあって効率よく捜索できるでしょう。かたじけない。シバルツアキオ。やるものにやらず、自らの内側に宿るもの。己が形をつかめば、それすなわち剣の形なり。己の形。様子が尋常でなかったのでな、少し助言したまでだ。リーン・シュバルツァー、感謝する。クルトのことだ。そのままでは湯冷めする。お主も腰を下ろせ。ヴァンダール家が皇族守護職を解任されたことと、そしてセドリック殿下のことでクルトが悩んでいたのは分かっていた。だが私が父親として選択したのはあえて突き放すこと。それが間違っていたとも思わぬが、お主がいてくれたおかげで、あやつは己の殻を破り、期待以上の成長を遂げるに至った。改めて礼を言う。
主という導き手に恵まれたおかげだろう。ところで昼の戦いでは力を温存していたな。八王一刀流の牽制が本気を出せば私とてもっと苦戦を強いられたであろう。となるとやはり迷いを抱えているな。剣を交えればそのくらいのことはわかる。その悩み、先ほどの状態と関係があるのか。悩む時ほど、複雑な時ほど、武人のすべきことは単純だ。己が技を振るい、己が大事なものを守る。そのための武であろう。
晴らし台にいるのは。家に戻る前に声をかけてみるか。いつになるかは分かりませんが、僕は殿下を、セドリックを探しに行きます。その時僕に何ができるかは今はまだ分かりません。ですがとにかく抱えている全ての思いをぶつけてみようと思います。
皆さん、心して聞いてください。本日クロスベルで行われた独立調印式が襲撃に遭い、クロスベルがとある勢力によって再び占領されました。クロスベルが再占領？まさかそんなことが。閣下の戸川筆頭たる私が受けよう。今回の騒動およびクロスベル問題をより良い形で決着するためにも、残された我々はそれぞれのやり方で言ってしまった彼に報いなくてはな。
星帝国解放戦線のリーダーである。憎き鉄血は倒れ、ついにこの帝国に真の平和と自由が訪れようとしていた。だがあろうことか、その思想に汚染され、アマツさえ統一国なるふざけたものを作ろうとする愚か者が出てくるとは。それに賛同する者、その企てに気づかず濃々と暮らしてきた異星者たちにも、我が神聖帝国解放戦線は徹底的に罰を与えるだろう。手始めは愚かなる王子翼もろともすでに鎖につないでいる。次なる標的は赤き都に鎮練するのでいい。心して待つがいい。もう3月とはいえ、夜はまだまだ冷える。特にこの辺りは雪も残っているからな。教官、どうしてここに？窓の外を見たら人の気配を感じたからな。もう夜も遅いし心配だから見に来たんだ。教官のそれ正直ずるすぎると思います。だがこんな風に役立つなら鍛えた甲斐もあったというものだ。で、なんで隣に？連れ戻しに来たんじゃないんですか？ここは士官学院の寮じゃない。門限も特にないからな。少し夜更かししても別に構わないんじゃないか。教官がそんなこと言っていいんですか？まあ、たまにはな。何も聞かないんですね。そうだな、なんというか今回ばかりはユーナ自身の問題な気もするからな。
それって私が無理してるって言いたいんですか？ちゃんと分かってるじゃないか。そんなことは私だって分かってます。でもクロスベルが何度も危機にさらされて、その度に心をかき乱されて、みんなに気を使わせて、けど周りに迷惑をかけるのは私だってもうたくさんなんです。だったら無理するしかないじゃないですか。ユーナの言いたいこともわかるが、それでも周りは何度でも君に頼ってもらいたいと思っているはずだ。クルトにアルティナ、ミュゼにアッシュ、当然俺だって。第一、君が逆の立場だったらみんなの力になりたいと思うだろ？それは確かにそうかもしれないですけど、というかそれって教官にも言えることですよね。そりゃ私たちは相談相手として心もとないと思いますけど。そんなことは思っていないが、まあつまりは俺もまだまだ未熟だってことだ。素直に頼って慰めてもらって立ち直る、そしてまた一緒に前へ進む、それもまた仲間の役割だ。たとえ同じようなことを繰り返そうと、誰もそれを弱さだと思いはしない。なら教官は。なんだ？今教官を頼ってもいいですか？ああもちろんだ。みんな頑張ったのに、一生懸命頑張ったのに、なのにどうしてせっかく取り戻したものをまた奪われなきゃいけないの？私たちの自由を、誇りを、夢を、もう奪わないでよ。冷静になるにつれてすごく恥ずかしくなってきました。今度こそもう大丈夫です。何度奪われたってまた取り戻せばいいだけですしね。その通りだ。もう夜も遅いですし、私は先に帰りますね。そのコートもありがとうございました。教官も体を冷やさないでくださいね。ああ、おやすみユナ。さてと、俺も部屋に戻るとするか。今日は本当に本当に長い一日だったな。